どなった時に隠した心のかけらを今でも捨てられないで泣いている。息をするように泣いている。何もかもを感じたくなくなるような御殿に世界中の叫び声が聞こえて、身を探す術をあなたは知らない。命は一つも都合が良くない。けどでもだって矛盾だらけの愛でもってここに確かに灯ってる。あなたが生きる今日に悲しみは名もなく果てなくて、ここにそれでも灯ってる。いつか教室があなたを殺した時に流した涙のかけらは今でも捨てられないでここにある。息を吸ってよ吐いて歌になる。何もかも傷つけてしまいそうな御殿に体中が消えたがっていて、それはそれぞれあなたは知るでしょう。命は一つの都合が良くない。だけどでもだって矛盾だらけの愛でもってここに確かに生きてるって。あなたが生きる今日に悲しみは名もなく果てなくて、ここにそれでも生きてるって。車で人が死ぬ戦争が始まるねって言った君の横顔、思い出す街角、花開く朝顔、横目に僕は見た墜落する飛行機の白昼夢、永遠のループに落ちたルービックキューブみたいに、ほら始まってる3つ目の戦争、今日も人が死ぬ、そこが天国、ずっと夢を見てる、ずっと夢
ゆらりゆらり揺れている視界おぼつかない足取り万引き君を殺す全てをまだ許せない僕は、純粋ブーテルクレーテルブーテル見せかけだけなら楽にやれ混じり手ばっかのクラック食らってまひいて神の子コインもハベルもジャンキーなスラム僕の部屋まで地続きの地獄ごっこ遊び忍びシャスそのガラスで殴ってくれるなんかヘロイン水のアスタル光るもしないよモラトリアン誰もが無双を語って笑う僕はそれでもずっと夢を見てるずっとふっと消えてしまうようなガラスサニックの新世界僕が夜明けを告げるインセインずっと夢を見てるずっとふっと消えてしまうようなガラスサニックの新世界僕が夜明けを告げるインセインの更新大地が震える音がする Burn New World 目がけてゆけ今僕が夜を泳ぐ坂が開ける街に飛び出すずっとずっと夢を見てるずっとふっと消えてしまうようなガラスサイクの新世界僕が夜明けを告げるインセインずっと夢を見てるずっとふっと消えてしまうようなガラスサイクの新世界僕が夜明けを告げるインセインずっとずっと夢ママには見えないものの宝石で溢れてる例えば君の眼差しの光あの子の髪のシャンプーの匂い初めて目を開けたあの日ロックンロールとロマンス焼け焦げた地平線に立って僕らすぐに憎んでしまうから心臓の BPM で壊しては初めてなだらかな地球儀不揃いの僕らを刻むギーギーザワー
ありがとう。さあ、ポップユアーズってすごい有名なフェスでさ、私 D.O. ってラッパ大好きなんだけど、D.O. さんとレッドアイさんのアクトーの歌ってリミックスの曲やってて、でブレイクみたいなのすんのね。でブレイクみたいなのしたら
ちょうど本当こっち側からあのそのリリックをわーって叫んだお客さんがいて、それ見てめっちゃ嬉しそうな顔してる D.O. さんとレッドアイさんがめっちゃいいっていうあのあれを今思い出しました。ありがとうございます。はい、というわけで、春眠り春夏両弦ツアーファイナルにお越しくださってありがとうございます。ちょっと水飲むからさ、あと30秒ぐらいそれやっててもらっていい？はい、本日のサポートドラマはみんなという作です。イエーイ。はい、本日のマニピュレーターはマネージャーみーなとです。イエーイ。これはいつも通りだね。はい、ということで春夏両弦っていうアルバムを去年4月に出して、ツアーを北米とアジアとあとイギリス半分ぐらいしか回れなかったけど風邪ひいちゃったんでなかったけど回ってきて、今日がファイナルということで、誰も風邪をひかずこの日を迎えられてよかったなと思ってます。ありがとうございます。もうさあ今日さ、なんか大事な日だからって言ってさ、ヘアメイクさんとか来てくれたわけ。もうこれってこれね。いつもごめんと思う。はい、まあね、そのね、大事な日ってなので、本当にね、想像してたよりチケット売れてる。本当なんかリアルに250人ぐらいしか来ないんじゃないかなと思ったんで、本当にありがたいなと思ってます。ありがとうございます。知ってらっしゃる方もね、いらっしゃると思うんですけど、なんか6月の9日になんか入管法が可決されて、で、わーキモいって思ってその日に曲を書いて、で、ちょうどなんかロンドンにいたので、ロンドンのプロデューサーとね、一緒に曲作ったんですよ。で、こう早くリリースしたかったから、まあ、急いでいろんな人に頑張ってもらって急いでね、リリースしたんですけど、ちょっと内容が具体的に政治的すぎて宣伝するのがちょっと難しいみたいなこととかが、まあ、発生してて、あーって思ったんですけど、まあまあ、そういう人も、そういう企業もあるでしょうみたいなね、まあまあそれは別にあれなんですけど、まあ、何が言いたいかっていうと、みんながね、そういう話するようになったらいいなって思うから、時代が早く変わるようにって思って書いた曲を今日も演奏したいと思うので、そのね、リリースしたばっかの曲は演奏しないんですけど、そういう曲を次は演奏するので、なんか同じエモーションを、まあ、感じてくれてる人がいたら、めちゃくちゃ出してきてくれたら嬉しいぜ。ありがたがってるなんてバカじゃん。乙女も修羅も飼いならせて魂を今捨て
し歌え甘い甘いゴールドファッションちゃんフーズライナーでダンジョン虹の橋を真っ赤に染める見かけ倒しのクレオパトラその穴を覗いてみる私をそれぞれが見てる背筋を伸ばすライトボール何もないがここにある全部平らげてあげ全部平らげてあげオールドファッションスーパースター批評のできないジャーナリスト焼いて開いた森の上空いた地球のハリポテツは物どもが夢の後東京中央中央虚しいねアッパーリストにプロポーシーズなどは私は待たない You are you are 魂で近く息をしろ命は儚い熱い油に放り込むたっぷりのシュガー私は待たない三十のやつで十分だが熱さの水
ゴースティグマは売れてこうして痛くてたまんない僕は今夜すべてを殺したい。私は好きに踊るので、踊ったり踊らなかったりして楽しんでいってください。ブラウザ越しに眺めている 1312 打ち込んだ iPhone の液晶を叩き割る僕らに一体何がわかる。許された子供たちが腕を切る。もっと早く、もっと早く、もっと早く、もっと死ぬより早く生まれ続ける。何度も There's a light part to start。 私は想像する、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 私は想像する、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 タッチタッチ、想像する、想像する、タッチ、想像する、想像する、想像する、タッチタッチ、想像する、想像する、タッチ、想像する、試してみたい。死ねない。
消えない君のため知れない消えない君のため知れない消えない花向けをそんな証明そんな証明そんな証明いつの間にかサラリーマンになっていた。立ったまま寝る通勤電車も、少年ジャンプを読むおっさんにも慣れっこになっていた。まさかと思うじゃん。もう慣れた。もう慣れたよ。もしも誰かが世界を征服しに行こうぜって言ってくれたら、履歴書もスーツも全部燃やして今すぐ手作りのボートを太平洋に浮かべるのに、こういう日に限ってお前からメールは来ないんだもんな。俺はお前がそう言ってくれるのをずっと待ってたんだぜ。でも世界征服なんて無理だもの。サラリーマンより忙しいもの。偉くなりたいわけではないもの。もしもし、あ、もしもし、俺だけど最近何やってんの？いや最近ちょっと迷路にはまっちまってさ、すぐに抜け出せると思ってたんだけどなかなかそうもいかなくて。でもさっき道を聞いたら、交差点に出るたび左に曲がれば大丈夫だって言ってたから、もうきっとすぐだよ。なんだ早くしろよ、みんな待ってるぜって言ったところで電話切れて、あいつはもう帰ってこないんだってことがはっきりと分かった。もう世界征服やめた。今日のご飯考えるので精一杯。
卓名バイ。私もやめた、世界制服やめた。もしもお前が世界征服しに行こうって言ったら、履歴書もスーツも全部燃やしてすぐにでも太平洋に繰り出したよ。なのにこういう日に限ってお前からメールは来ない、しかした CD も返ってこないままだ。俺はお前がそう言ってくれるのをずっと待ってたっていうのに。でも所詮世界征服なんて無理だし、サラリーマンより忙しいし、いなくなりたいわけではないから。知りたくない知りたくない知りたくない、何も知りたくないんだよ実際。いくら知識がついたって1回のポエトリーリーディングにはとてもじゃないけど勝てないよ。果てがないくせに時折夢をちらつかせてくる人生や、一日限りの運勢や、どうにも抵抗できない運命みたいなものを一緒くたに抱え込んで、宛名のない手紙を書き続ける人間の身にもなってみろよ。恋の微熱37度5分、なってみろよ。平熱36度2分。あ、もしもし俺だけど何やってんの、みんな待ってるぜ。いやすまんすまん、言われた通りに交差点に出るたび左に曲がってるんだけど、なかなか抜けられなくて。でも大丈夫だよ、きっときっとすぐだよ。私もいや、お前それってさ、思うんだけどってところで電話を切れて、結局何も伝えられない。詩や歌にするのはとても簡単なのに、直接言葉で伝えることがこんなにも難しいことだとは知らなくて、それなのに知らなくていいことばかりが増えてしまって、自分の一番近いところにある風景がこんなにも霞んでしまっていることに気がつきもしないなんて。人生がもし流星群からはぐれた彗星のようなものだとして、とお前は言ったんだ。俺たちはもうどこから来たのかもわからないくらい遠くへ来てしまったのかもしれないな。そしてどこへ行くのかもわからないと俺は付け加えた。真っ暗な宇宙の中でどこかへ進んでるってことだけがはっきりとわかる。人生はきっと流星群からはぐれた彗星のようなもので、行き着く場所なんてわからないのに命を燃やし続けるんだよ。だから10年後のお前は今のお前を余裕で笑い飛ばしてくれるって、10年後の俺は今の俺を笑い飛ばしてくれるって、間違いないよ。果てがないくせに時折夢をちらつかせてくる人生や、一日限りの運勢や、どうにも抵抗できない運命みたいなものを抱えて、俺はまだ勝ち続けるから、血を勝ち続けるから、やめないから、やめないぞ。君の瞳がとても綺麗だ、それだけでよかった。
したいつかを大事に持ってたいつかのノスタルジーたぶん夢じゃない愛情だけじゃ足りなくてミラッシュを見つけたファンタジーあんなに見たかったのにもう夢みたいここが天国だって思った私に魂を分けてくれた友人の曲です。
佇んだ孤独だけがある。グッバイパンドラ、剥がれる風が忘れさせない、傷をうずかせる、焼き付けられた記号をルーツ栄光を回帰して、きらめく世界を見つけて、エンレスを引き受ける、破壊は想像の始まり。
ジェネっていう通してやるリハーサルがあるんですけど、それをねやった時にこの曲終わった後多分拍手起こらないと思いますって言ったのでもすごい拍手してくださってありがとうございます。お水、あ、
水めっちゃ飲んでる。ありがとうございます。そう、今日はシンクロユニツアーファイナルで私の大好きな新生かなってちゃんに出ていただきました。イエーイイエーイ。じゃあ春の夜になる前はなんかシンセサイズを弾いててバンドやってたんですけど、バンド一緒にやってたギターボーカルの女の子が高校中高も一緒で、一緒にカラオケに行って、でカラオケで新生かまってちゃんのスピードをその子が歌ったんですね。でその子がカラオケでスピードを歌った瞬間から私の人生は変わってしまったんですけど、そうで私にとってはねそういうバンドなんです。そういうバンドなので今日出てもらえてすごく嬉しいです。ありがとうございます。さっき私ライブ見てたんですけど、その辺でなんかその最初かまってちゃんがやってたなんかカバーオーディションみたいなあって、曲をカバーしてよかった人をなんかライブのオープニングアクト出してありますみたいなやつやってて、で応募したんですよ。でそのねさ聞いてた方もいらっしゃると思うんですけど、なんかその歌詞をバチクソ変えまくって応募したの私。そう、理由は歌下手すぎて歌えなくて、いいメロディーがいいメロディーなんですよ、すごい。でその歌えなくて歌えないってなって歌詞変えるしかなかったっていうね。そうサビの歌詞以外全部違うっていう。あ、流さないでください、やめてください、やめてやめてっていうね、っていう事情なんですけど、それね、さっきあの子さんがやべえと思ったって言ってて、あ、やっぱなんか変なやつだとは思われてたんだって思ってちょっと受けました。あ、そうだ、そう思うよねと思って、本当大変失礼いたしましたって感じなんですけど、それそこから7年ぐらいですかね、7年ぐらいしてようやくこう対バンできたということで、自分は非常に非常に嬉しいです。ありがとうございます。はい、あとはですね、あとは今日この公演は18歳以下を、ね、無料で入れるようにしてあるんですけど、でまあなんかそのね、その理由についてはね、クソ長い文章が私の SNS に載ってるんで、まあ、まだ読んでないよって、読んでないけど気になるよっていう方は後で読んでほしいんですけど、そうなんか、それをね、それがなんだ、私がそういうことをするのは、やっぱその自分が子供だった時に、その、なんだろう、うちはあんまりこうなんかなんだろうな、音楽がすごい好きな家庭ってわけではなかったので、その音楽に触れたのも遅かったし、ロックを好きになったのも遅かったんですけど、そうなんかこうそういうなんていうの、なんか開かれなさみたいなのが、なるべくなくなるとすごくいいなって思ってて、なんかそれが文化的に、まあ目指すべき豊かさなんじゃないかと。その文化でどうやって金を稼ぐかってことじゃなくて、その文化にあらゆる人が含まれているっていうことが、まあ文化的な豊かさなのではないかと私は信じておりますので、ありがとうございます。ありがとうございます。なので、まあ、ちょっと今回ねこういう試みをねやらせていただきまして、でそれがねできるのはね、チケットが有料の19歳以上のね皆さんのお金なので、本当にありがとうございます。なんか年齢で区切るのもねむずいなと思ったんですけど、ちょっと今回はこういう形でやらせていただきました。はい、ありがとうございます。あとなんか話すって言ってたことあったっけ。あ、全部話せたみたいです。これさ、わかる、この私普段ねドラムいないから、ドラムいないじゃん、なんかそのどん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 みたいなやつ、ね、ちょっと憧れあって、今日初めて叶いました、イエーイ。ありがとうありがとう。あ、幸せだな。はい、ということで、はい、なんか次の曲はうん、難しいな。なんて言ったらいいんだろう、なんかまあこの絵ってクソじゃないですか、この絵ってクソだと思うんですけど、この絵はクソなんだけど、でもやっぱそうですね、なんか例えば
その新生かまってちゃんのスピードに出会って全く変わってしまうように、もう私の全てが全く変わってしまうようにか感じられるような美しいものに出会うことがある、人生には必ずある。自分の人生にはないと思う人もいるかもしれないんですけど、 あるんです。スタップ細胞みたいになっちゃった。あると思うんだ私は。で、そうあると思うんですよ。でもなんかこの世って本当にクソすぎるから、なんか本当にクソだから、本当何回言うのって感じなんだけど、本当にクソすぎるから、その忘れちゃうんですよ。その美しいものがあるということを忘れてしまうんです私は、すぐに。で、忘れてしまうので、忘れてしまって全てを諦めたいなって思った時に、自分が必ず聴ける、必ずそれを聴いてそれがあるということを思い出せるような曲を作ろうと思って次の曲は書きましたので、まあ多分皆さんの中にもですねいると思うんですけど、今日クソみたいな気持ちでここに来たよっていう人いると思うんですけど、いないのか分かんないけど、分かんないけどいるかなと思うんですけど、いるかなと思う、うん、だってこの世はクソだから思うけど、そう思うけど、なんだろう、なんかでも自分の人生にもそういう瞬間があると思ってくれたらやっぱり嬉しいし、私はあなたにあなたのままでそこにいてほしいと思うんですね。思うんですので、それを全部諦めたくなった時に聴いてほしいと思って曲、この曲を、まあ、なんかこれは大変なんですかね、半ばちょっと呪いチックだなと思うんですけど、自分でもでもやっぱり死んでほしくないから死のって思ったらやっぱその前に一回聞いてほしい、そして今日のことを思い出してほしい。私も人生はあまりその好きじゃない、人生は好きじゃない、人間の人生は好きじゃないんですけど、あんまり好きじゃないけど、でもこういうふうに生きてきてよかったなとか生まれてきてよかったなと思う時があり時があり、それ私にそう思わせてるのはあなたたち一人一人なので、もし私の音楽を大事に思ってくれるんだったら、自分は春音に生きていてよかったと思わせたっていうことを一回思い出してほしい、死ぬ前にはい、と思います、思います、はい思います。泣いてしまいそう。私に、いや、うん、本当に生きることは辛い、苦しい、うん、辛くて苦しいし、大体の日朝起きて生まれてきたくなかったって思って泣いてるけど、でも今この瞬間生まれてきてよかったって思ってる。それがすごく残酷で美しいことだと思うて、それが人間の人生を生きるってことだと思う私は。はい。で、まあ 100% 明るい気持ちで作った曲ではないんですけど、まあ、でも 100% 明るい気持ちで生きれる人が少ないと思うから、人間の人生は、はい、そういう人が生きていくためにこの曲が必要だったらいいなと思って、今日もその曲演奏します。生きる、しまえたら祈りも呪いも誰かのせい
で済むけど魂一つアクティベートして焼けるような呼吸が命を教える。生きているということを、生きているということを、生きて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 いるということ。君の怒り、心のありか、海の青さ、全てが命の喜び、祝福の歌になる。美しく生きたいで、愛してるを重ねて緩やかに滅びてく星のかけらになるまで。 How beautiful life is。
し、湿ったアスファルトの匂い嫌いだ。生ぬれて包まれてしまうよ、すべてが。なんとなくでは生きてはいけない。本当にちょっとだけバカじゃなかったから、私は拒絶する。春夏両陣のツアーが今日終わるということで、あのですね、そう、私は働き者なので春夏両陣ツアー回りながら今 自作をですね、もう作り終えちゃったんですね、なんと。働きたくない。あ、まあまあ、音楽作るのは好きです。で、まあ、あの自作はバンドで録音しました。イエーイ。皆さんがですね、今聞いたのはあのなんだ、宇宙初演奏されました私の新曲です。イエーイ。イエーイだね。いっぱい宣伝してもらおうね、だって。はい、いっぱい宣伝してもらいたいと思ってます。バンドはあの初めてだったんで、録音あのすごい楽しかったです。すごい楽しかったの でなんか、ありがとうございます。すごい楽しかったので、すごく良い作品になったと思いますので、あのリリースを楽しみにしていただければ嬉しいなと思います。
気に写真も動画も OK なんですけど、あの別に撮ってもいいらしいんで撮ってもいいけど、うん、撮ってもいいけど、あのでも目に焼き捨てるのもおすすめだよおすすめだよということで、はい、今日次で次が今日最後の曲です。アンコールはありませんアンコールはないですので、次が最後の曲なので、次も新曲なんですけど新曲なので、目とね耳にね焼き付けていただきながら、楽しんでいただきながら、はい、もう終わったら死んでるぐらいの感じで全員はい、楽しんで帰ってください。今日本当に来てくださってありがとうございました。コンクリートで鳴らされた街、隠された骨を踏んでビルが立つ、山になった見えない死体を送る賛美歌はどこにもない。出会ったネズミが息を殺して、道端のゴミを漁ってる。飢えた草木が雨に打たれて血まみれになって枯れていく。ハスラーたちは路地裏で、皇帝たちはこの星で、フロンティアを探し求めて、人がゴミみたいに死んでゆく。君もそうやって死んだ。そしてなかったことにされ続けた。狂っているのは誰のせいで、狂っているのはディストラクションシスター。魂が手を持っておいでよ、君を殺す者の全てを壊しゆこう。ここで燃えてんだろう、君を殺す者の全てを壊しに下手ギターリードギター河合ヒロー、イエーイ、はい、
るからみんな、この向き、湊さんの向きで 座るか、私の隣に来てもいいけどバランス感覚に自信がある人は行こうって言ってた今怖はい、じゃあこれは、私は多分 SNS にアップするので、なんか今日ここにいるのがまずい人は顔を隠すようにはい、お願いします。いいですか、じゃあいくぞ。Make some fucking noise! やる気が足りないぞ。バッチリです。イエーイ。ありがとうございました。じゃあ気をつけて帰ってね。